こんにちは、ルイです。普段あんまりコンビニのスイーツとかは食べないんですけど、今回ちょっと気になるものが多かったんで、ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、この3つのコンビニの最新スイーツを買ってきたんで、これから食べていきたいと思います。それでは、どうぞ。まずはローソンの最新スイーツから食べていきたいと思います。まるで、お芋みたいなスイートポテト。すごくないこれ。もうさつまいもがそのまま入ってる。もう芋やね。おっきいな。すごくない？もうこの断面図見たらもうさつまいもなんだけど。上にクリームとかが乗ってるから、あ、これスイーツだってわかるけど、この横から見るだけだったらもうほぼさつまいも。じゃあ食べていきます。スイートポテト。うん。甘い！すっごい甘い。ほんとゴロゴロしてるから、さつまいもが。食感もいいし、甘いし。スイートポテトだけど、ほんとさつまいも食べてるみたい。美味しい。次はこれ。みのりシュークリーム。273円。273円でこのクオリティってすごくない？なんかもう、専門店で売ってるような見た目してる。味はどうなのか、早速食べていきたいと思います。いただきます。うん！すごい。もうかじった瞬間から、いろんな味がする。うん、中も美味しいし。なんだろうね。美味しい。次はこれ。ふんわりワッフル、カスタード&ホイップ。これ130円だよ、この大きさで。食べよう。うわ、おっきいわ。すっげえでかい。いただきます。あ、もうふわふわ。本当にふわふわ。もう食べる前からふんわりしてる。うん。柔らか。ああ。なるほどね。カスタード。卵感ちょっと強めかな。生地はすごい柔らかくて、本当にふんわりで美味しくて。中はね、カスタードがかってる。すごい卵感がかってる。カスタード好きな人はいいかもしれない。めちゃくちゃちょっと凍らせるぐらいキンキンにした方が美味しいかもしれない。食べてみて。あ、でもすごい。手の跡つくの。手の跡柔らかすぎて、うん、ねえ。これでも美味しいわ。うん。口どけすごい。続きまして。なぎばミルフィーユショコラ。250円。これすごいおしゃれだよね。ケーキ屋さんとかにある感じするもん。うわー、サクサクそう。もう見た目からすごいサクサクそう感が伝わってくる。すごっ。いただきます。こっち最後かな。おーい。うん。あ、一番好き。まずこの生地が美味しいし、もうがっつりチョコレートで。チョコレートも多分、いろんなチョコあんのかな？わかんないけど。すっげえチョコレートの味もしっかりしてるし。まあ、味が濃いね。これが一番うまい。間違いない。チョコレート、マーガリン、アーモンド、ヘーゼルナッツって書いてる。もうパイ生地がうまい、すごい。美味しい。以上がローソンの4商品。次はファミリーマートの最新スイーツ食べていきたいと思います。まずはこちら。ティラミスクリームシフォン。212円。おー、こんなに大きいのに、お手頃だね。あ。失敗した。でっけえ。めっちゃでかいぞ、これ。すごい。今流行りのマリトッツォ。マリトッツォです。ダメだよー。ボスちゃんマリトッツォ食べれないよー。それでは、マリトッツォいただきたいと思います。いただきます。うん。ココアの香りがもう食べる前からすごい。うん。口の中でいろんな味が融合してくる。ココアとコーヒーとホイップクリーム。最終的に何が勝ってるんだろう。あ、でもココア。あ、でもコーヒーだね。コーヒーが好きな人が多分好きだと思う、これ。コーヒーに少し甘さを足した感じ。美味しい。次はこちら。クッキーシュー !139 円。大好物のシュークリームなんだ。そしてシュークリームはシュークリームでも、やっぱりクッキー生地が好き。ちょっと期待を込めていきます。うわー、なんかすごいぞ、これ。コーティングがすごい。甘そう、もう。いただきます。うん。甘っ。なんかもう、やっぱり、香ばしいだけあって、外側が勝ってる味が、中より外の味の方が強い。もうちょっと、なんだろう。やっぱクッキーシューは、カリカリが良かったな、俺は。ちょっとなんか、なんでだろう、コーティングされてるのかなんかベトってしてるし、その食べた瞬間に、クッキーシューのそのいいところの、カリカリとかがなかったかな、あんまり。と思いました。次は、バターサンドビスケット。230円。バタービスケットサンドだよ。バタービスケットサンド。230円。ピスタチオ味。風味豊かでコク深いピスタチオクリーム入り。これは期待大だね。開かない。わっ。いいサイズ感。いいサイズ感ですね。夜ちょっとお腹空いた時とかに食べるサイズ感。このシリーズ、ファミマでバカ売れらしいです。でも今までコンビニスイーツ食べたことないんで、いきなりそのバカ売れスイーツの新しいやつ、これ。新商品かな？食べていきたいと思います。すっごいね。たっぷり入ってる。待って、食べれない、溢れて。わっ！うん。うん。これ、このピスタチオクリームがたっぷり入ってて、ピスタチオメインかと思いきや、ビスケットがめちゃくちゃ美味しい。外のビスケットほんとサクサク。次はこちら。ちょっとかっこいいね。パッケージも。黒船カステラプリン。お値段165円。ちょっとなんかこの黒と白っていう見た目が好きな。期待しちゃうな。おー。開けた感じはこんな感じでーす。いただきます。う、すごっ。ふわふわ。うん。美味しい。カステラだ。もう実は俺プリン苦手なんですけど、このカステラプリンっていうカステラに惹かれてちょっと買ってみたんだけど、本当にカステラです。うん。溶ける。口の中に入れて、もう噛む前ぐらいから、シュワーって溶けていく。美味しい。あ。これ多分プリン苦手な方でも、カステラと下のプリンを一緒に食べたら、美味しく食べられる。あ、これ美味しいわ。続きまして。まあ、これ結構、今回気になった中のトップ3かな。濃厚メルティーショコラ。239円。ケンズカフェ東京。シェフと一緒に作ったエクアドル産チョコの華やかな香り。チョコレートの約 57% がエクアドル産チョコレート。エクアドル産のチョコレートって何が特徴なんだろ食べたらわかるかな。食べてみる。うわー、すーごい光ってる。ちょっと今ね、口の中がすごい甘いから、ちょっとビター感あるといいな。いただきます。濃厚そう、もう。いただきます。うん。あ、よかった。ちょっと、わかんない。甘いもの食べすぎて、俺の味覚が今おかしいのかもしれんだろ。苦めで、すごい食べやすいし、これはね、大当たり。おいしい。アイスの中に入ってるチョコレートって感じ。生チョコ？そう。生チョコの感じする、すごい。うん。うまい。続きまして、セブンイレブンの新作スイーツ。まずは、これ。カッサータ。278円。カッサータってなんだ？カッサータ。シチリアの伝統的なスイーツ。スポンジケーキに甘濃露の中身に使われるリコッタチーズと果物の砂糖漬けを重ねたものである。食べてみよう。わからん。カッサータってなんか聞いたことある気がするけど、食べたことはないな。どうやって食べるんだこれ。ああ、でもすごい綺麗。美味しそう。いただきます。あ、すごいふわふわだ。スポンジがふわふわなのかな？ん？ああ！名前が出てこない。なんて言うんだっけこれ。オレンジかな？オレンジマーマレードの味がすごい。なんか食感がすごい柔らかくて、口の中ですごい優しく溶けてくれる。美味しい。甘すぎないね。美味しいです。初カッサータでした。それでは最後になりました。ヘーゼルナッツチョコ仕立て。マリトッツォ。アーモンド入りです。こちら248円。おっきめだね、これも。これもクリームがとても柔らかいのでこぼれないように気をつけてくださいって書いてるから。柔らかいんだろうな。うわ、袋までやるけ。よいしょ。さっきのやつより、すごいなんか、パン感があるね。パンの匂いがすごい。こんなになんか、クリームいっぱい入ってんのに。あ、パンの香りがすごいする、これ。うわぁ、これいいわ。お腹空いてる時にいいやつじゃん。俺パンから食べたいけど、パンから食うことはできないのか、これ。こっちから食えばいいのか。いただきます。うん！パン美味しい。もう、クリームパンだ。美味しい。あ、でも俺、このパンとクリームのバランスの相性的に一番好きかもしれない。美味しい。ということで、全12商品を食べ終わってみて、一番美味しかったのは、ファミリーマート、濃厚メルティーショコラです。まあちょっと今回甘いものが多かったっていうのもあったせいで、ちょっと際立ったのかもしれないけど、それでもやっぱり少し苦め？大人の味？それがやっぱ来たかな。ぐっと刺さったかな。美味しかったです。今回はコンビニの最新スイーツを、たくさん買ってみたんですけど、またコンビニで何か買おうかなーって次は思ってて、次はスイーツじゃなくて他のもののなんかコンビニの最新作をたくさん買って食べてみたいと思います。YouTube ショートでは今日食べた中のトップ3をアップしようと思うので、良ければそちらも見てください。ご視聴ありがとうございました。